1875年のサー・アンソニー・ド・ロス・チャイルド、順断爵初代順断爵サー・アンソニー・ド・ロス・チャイルドは、イギリスの銀行家、英国ロス・チャイルド家の分家の一人、英国ロス・チャイルド家の祖である、ネイサン・メアー・ロス・チャイルドとその妻、ハンナ・公園の間の次男として生まれる、ライオネル・ド・ロス・チャイルドは兄にあたる。弟にナサニエルとメア・アムシェルがいる。 乗馬に優れ、その功績で、ビクトリア女王より、ナイトの称号を贈られた。アストン・クリントンに別荘を建てた。ここでのパーティは、ウィリアム・グラッドストンとベンジャミン・ディズレーリなど、政界の重鎮たちからも愛された。1840年には、いとこにあたるルイーズ、モンテフヨレと結婚した。彼女との間にコンスタンスとアニーという二人の娘を設けている。1847年には、 特例で、兄、ライオネルの息子たちに継承可能な順断釈位を授与された。1876年に65歳で死去した。ライオネルの長男であるナサニエルが順断釈位を継承した。ありがとうございます。